はい、ユネクスです。さあ、もう季節はね、本当にね、今梅雨の時期に入って、皆さんね、いろいろとね、植物を育てている方っていうのは非常に悩ましい時期になっていると思うんですけど、まあ、僕自身も最近実はね、ちょっと悩みがあるんですよ。まあ、っていうのも、人生最大マックスの体重になってしまっているってことなんですね。もうね、今公表すると、もうね、今これ全世界に公表すると、体重が今ね68キロになってしまいました。僕がね、学生時代陸上部だったんですけど、もうね、高校一番ベストの時の体重が52キロだったんですよ。なので、その時から比べるとおよそ15、6キロもう太ってしまっているってことなんですけど、あの頃のね、スマートだったら僕はどこへ行ったのかと思うぐらいなんですけど、まあそういった感じでね、最近ちょっと太ってしまって、もうね、筋トレをしたりとか、夜仕事終わった後にね、日が沈む、まあ30分1時間ぐらいね、ちょっとウォーキングをしたりとかして、ちょっとね、ダイエットを始めているんですけど、特にこの時期っていろいろとね、梅雨が、天気も悪くて、ちょっとね、人間ちょっと沈みがちっていう感じだと思うんですけど、まあこのね、植物を育てている方もね、この梅雨の時期で一番悩ましいのが、やはりね、根腐れとか徒長だと思います。で、この2つって本当になかなか難しいですよね、この時期って。やはり水やりどうしてあげようとか、日光がなかなか当たらないなとかって本当に悩むと思うんですよね。で、ただ僕自身ね、今回この動画テーマっていうのは、これね、植物自体のこの自生地っていうのはね、もっともっと厳しい環境で育っているっていうことです。まあね、雨季と乾季とね、1年を2つに大きく分けて、もうね、半年間すごく、雨がね、降る季節と、半年間ほとんど雨が降らないこの半年間とかいう感じで、やはりこういう乾燥地帯にあるとかね、雨季乾季がはっきりしている自生地で育っている多肉植物っていうのは、本当に厳しい環境の中で育っていますよね。まあ、なので、こういったね、日本で育てるこの梅雨の時期、この1ヶ月、およそ1ヶ月っていうのも、ものすごくね、植物にとっても厳しい状況だと思いますし、鉢栽培をしている方にとってはね、本当にね、いろいろと日光が当たらないとか、根腐れしてしまったっていうのは悩ましいと思うので、まあ、今回ね、まあ、梅雨の時期に、どうなっていくのかっていうね、植物自体がどういう形になって、どういう色合いになってしまうのかっていうことと、じゃあそうなってしまった色合い、徒長してしまった、根腐れしてしまったような、そういった多肉植物、どういった環境でこの梅雨時期ね、乗り越えていけばいいのかなっていうのを、僕の見解として、いろいろとね、お話ができたらなと思っています。まあ、なので、今同じように梅雨の時期でちょっといろいろと植物の管理に対して、栽培に対して、ちょっとね、どうしようかなって悩んでいる方が少しでもね、参考になれば嬉しいと思います。それでは。はい、ということで、ね、今回このね、梅雨の時期っていうので、どういった感じにね、今この雨が続く中、そしてこれから梅雨がね、本格的に入って、この7月ね、終わり頃まで続くと思うんですけど、この1ヶ月の間なんですけど、もう今ね、このたったね、6月からこの今半ばまでのこのね、までにこのね、1週間ぐらいなんですけど、本当にね、お日様が当たった、晴れだった日がね、本当に2日か3日ぐらいでした。もうあとは本当雨とか曇りで、もう本当太陽が出ていないという状況の中で、実際にね、今紹介するのがアロエのフォステリというものなんですけど、じゃあ実際どうなったのかっていうところです。で、実際今ね、皆さんこれなんですけど、フォステリ、今ね、すごくね、色合いとか風味でね、このね、模様はすごく綺麗なんですよね。で、今ね、このね、アロエ自体、どうなったのかっていうと、このね、もともとこう今ね、しっかりとこういうね、まっすぐ地面と同じような平行な感じで、この2枚ありますよね。この下の葉もそうですけど、もともとこの上にあるね、この4、5枚も同じようにね、地面と平行になるような感じで、まあ、展開してる感じでした。で、ただこのね、太陽が当たっていないこの2週間ぐらいが続いてから、結構ね、葉っぱがどん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 ね、こうもうね、本当お腹がくっついてしまうくらいな感じで、今ね、本当にまっすぐ立ってきている状態ですよね。わかりますか？こういう感じでどんどん立っているって感じです。っていうのが、まずね、大きな変化でした。まあ、なので、まあ、太陽がもね、少ない分、こうね、植物もやはりね、太陽を求めて、こう、なんかまっすぐ縦に伸びていったのかなっていう意識です。まあ、なので、今結構ね、同じような他のアロエとかも、ちょっと葉っぱが立ち気味なのも何個か見られています。で、今回一番ね、フォステリが一番わかりやすかったので、このフォステリを皆さんに見ていただいてるんですけど、まあ一番はこういった感じで、お腹がくっつきそうなぐらいどんどん縦になっています。で、やはりちょっとね、徒長気味なのか、ちょっとまっすぐ上に伸びているイメージです。なので全体的にっていうよりかは、
ぐっと上に伸びてしまっているのかなというイメージです。はい、というのと、もう一つ色の変化というのが、もう一つね、変化というのが、このね、今、色の変化です。色の変化。というのも、やはりね、植物って光合成をしたりとか、カム植物もね、そういった夜、夜間、そういった、ね、成長サイクルをする上で、やはり太陽光って大事ですよね。で、その上で、やはりね、こう、クロロフィールとかね、そういった色素とかっていうのが、どんどんね、濃くなっているというイメージです。もともとこのポステリって、以前の動画でもね、油の紹介でさせていただいてるんですけど、ちょっと青っぽい綺麗な色だったりとかしてるんですけど、今ね、現状、すごく緑がちょっと、薄い緑というか、まあ緑に近いけど薄い緑っていう感じになってます。なので、しっかりと日光に当たってないのかなっていうイメージです。まあなので、まあ本当にね、まずこの梅雨の時期っていうのは大きく分けて、そういった形として、見た目として分かりやすく、お腹がくっつきそうなぐらい縦になってしまったっていうところと、あとはこう色の変化っていうのが大きく、分かりました。まあ同じようにね、皆さんアロアを育てている方っていうのは、まあ今ね、同じような現象が起きている方もいると思いますし、またちょっと違ったね、現象が起きている方はぜひコメントもしてほしいと思っています。で、僕自身、ここからなんですけど、じゃあこれからの梅雨の時期、ね、梅雨が終わるまで、じゃあどういった管理をしていようかなっていうところなんですけど、まずね、根腐れの心配っていうのあるじゃないですか。で、僕もね、今までいろいろなね、こういった梅雨の時期っていうのを、やってきた中で、どうしてるかっていうと、もう最近僕は雨に任せています。雨に任せてるっていうのは、もうね、水やりをするっていう感覚よりかは、雨に当たって、で、そこから、少しずつ乾かしていくって感じです。でもやはりね、こういったアロエも、ね、ある程度やはりね、紙植物で水を貯蓄できるので、ね、ほんと別に極端な話、5日間とか1週間水をあげてないからといって、枯らないわけではないですよね。ある程度貯蓄ができているので。っていうところも加味しながら、また天気予報を見て、雨に当てております。で、結構ね、それも雨って言ってもね、一概にね、ザーザー降りなのか、パラパラ降ってるかってね、全然見解が違うと思うんですけど、まあ、僕に関しては結構ね、ザーザー降りの時に当ててあげるって感じです。で、ただ結構、ザーザー降りに与えて、だいたい次の日とか2日目は、翌日から明後日、ね、には、ずっと晴れが続いているっていう時に、雨にあえて当てています。まあ、ただこれができるのは僕はお庭だからなんですね。普段軒下とかで遮光ネットをしっかり引いたりとか、まあ、ちっちゃいハウスを建てて、まあ、そういったところでね、管理をしてるんですけど、まあ、そういった管理ができるから、そういうね、お庭も広いんで、そういった雨ざらしとかもできると思うんですけど、ベランダで育てている方ってなかなかそういうのができないと思うんですよね。まあ、なので結構ね、このお水やりに関しては、カム植物だった場合は、結構ね、極力ね、お水を控えてあげてもいいんじゃないかなと思っています。で、ただ、ここで注意しなきゃいけないのが、お水を控えてしまうと、やはりね、植物の太陽を求めたりとか、いろいろとね、リズムとかサイクルが崩れてしまって、徒長してしまったりとか、で、変なタイミングであげるとね、根腐れをしてしまったりとかっていうのもあると思うんで、まあ、僕は今回ね、もしもベランダで育てている方とか、なかなか水やりが難しいっていう方は、同じようにね、雨ざらしの時に、まあ、タイミングよくあげてもいいと思いますし、逆に言えば、お水をあげる量で調整してあげてもいいのかなと思っています。なので普段は ね、鉢底からザーザーね、垂れるまで上げるっていうのを少しね、根っこがね、しっかり湿らす程度で、土、鉢全体が、ね、水で濡れるってことはないような感じでもいいのかなと思っています。まあ、なのでそういった感じで、お水やりとかに関しては、まあ、雨ざらしであったり、天気予報とかにらめっこしながら上げているって感じです。で、もう一点が、その太陽光ですよね。でも、こればかりはもう仕方がないというか、もう本当天気なので、本当にね、例えばね、曇りだった。例えばね、僕今これ撮影してるのがね、6月半ばなんですけど、実はこの撮影してる前日ね、曇りの予報でした、1日。で、いろいろね、ニュースとか、そういった自分のアプリとかでも曇りでした。でも、ずっと1日中晴れだったんですよ。あれと思いながら、本当こういうこともあるので、まあ、なので、本当まあ、にらめっこもするんですけど、まあね、本当1時間、2時間とかでも、もしかしたら晴れ間、雲がね、さっとね、綺麗に抜けて、晴れ間になったりすることもあるので、まあ、そういったところでしっかり太陽を当ててあげるってことがね、この時期はすごく大事なのかなと思うので、少しでもね、1日の中で9時からね、だいたい朝日昇ってから、夕方までのこの太陽がね、出てる、昇ってる時間に、ね、少しでも1時間、2時間でも、もしも晴れ間になった時に、ね、植物に太陽を与えてあげる場所に置いてあげるのが一番いいのかなと思っています。まあ、とかね、あとは今はね、まあ、
ただしお金を出せばね、そういった育成ライトとかあるので、まあね、この時期は室内で育てている方もいると思うし、でもね、いろいろな事情でそういった育成ライトを購入できない方とか、まあ、僕自身もね、そういった高価な育成ライトは持ってないので、ね、室内で管理をしているものもあるんですけど、まあね、そういった感じでやはりいろいろな事情でそういったものが買えない方っていうのは、やはりね、こうやって対応を求めたりっていうのは、やっぱり置き場所をね、しっかり自分の中で検討する必要があるのかなと思います。で、まあ、ただね、やはりね、こういった植物っていうのはすごくね、厳しい環境でもともと自生している植物なので、そういったね、厳しい環境で育っている植物ってやはりね、そういう力というかものを持っていると思うんですよね。まあ、なので、まあ、僕も極力ね、まあ、こういった梅雨の時期っていうのはね、いろいろとね、神経が働く部分はあるんですけど、もう少しね、この植物の持っているものとか、あとはこのね、厳しい梅雨の、ね、1ヶ月ちょっと乗り越えた後はもうさらにね、植物って力強いパワーを持っていると思うので、またそこからね、しっかりとしたサイクルを作っていって育ててあげることがね、重要なのかなと思っているので、まあ、この梅雨の時期っていうのはあえて僕はね、まあ、忍耐のもっと力強くパワーアップする時期なのかなと思っております。はい、まあ、今回ね、まあ、こういった感じでね、アロエのフォステリをちょっと紹介させていただきながらね、この梅雨の時期でどう変化したのかっていうのを、またこれからの梅雨の時期どうね、育てていけばいいのかっていうのをね、まあ、僕の見解ですけどお話をさせていただきました。まあね、いろいろと賛否両論あると思いますので、ね、ぜひいろんなコメントをください。もう全否定していただいてもいいですし、このコメントはちょっと違うんじゃないでもいいですしね。またね、そういったコメントをいただくことによって、まあ、僕自身もね、いろいろと、あ、そういうね、僕のコメントに対してそういった捉え方をね、して、いろいろな見解をされているんだなっていう新しい発見にもなると思うし、まあね、そういったコメントを見てね、またいろいろなね、皆さんの、考え方とか、そういったところでね、栽培でヒントになればいいかなと思っております。はい。またね、これからもね、いろいろな洗いを通して、このチャンネルを通して頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではね、またこの動画がまた良かったなと思った方はチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい、それではまたお会いしましょう。